はい、地方6団体の皆様方には、ご指摘をいただき誠にありがとうございます。今月8日から新型コロナを5類感染症に移行いたしました。このウイルスとの戦いに最大限の努力をしてくださいました地方の皆様方に心から厚く御礼を申し上げます。引き続き備えを万全にしながら地方の皆様と共に経済再生に向けて取り組んでまいります。そしてマイナンバーカードは地方の皆様にもご尽力をいただき、その累計の申請数が人口の約8割になりました。マイナンバーカードがデジタル社会のパスポートとして本格的に機能していくためには、個人情報保護と国民の信頼確保が前提であり、カードに関する原価の誤り事案を重く受け止める必要があります。このためデジタル庁を中心に総務省など関係府省が連携をし、カードの信頼確保に向け事案に関するすべてのデータやシステムの再点検をするなど、万全の対策を迅速かつ徹底して講じてまいります。地方においても国と連携していただき、必要な対策にしっかりと取り組んでいただきたいと考えております。そして少子化は我が国が直面する長年の問題であり、これ以上放置することができない待ったなしの課題として、地方でサービスを提供しておられる地方の皆様と協力をして取り組む必要があると考えております。これまで子ども未来戦略会議において地方の皆様にもご意見を承りながら、子ども子育て政策の強化に向けた議論を進めてまいりました。骨太の方針までにさらに検討を深め、次元の異なる少子化対策を実行に移していくための子ども未来戦略方針を取りまとめてまいります。その上で少子化をはじめとするさまざまな課題を解決しつつ、成長力を高め我が国を再び力強い成長軌道に乗せる経済財政運営を展開するため、来月骨太の方針を取りまとめます。なお議長会の皆様からご提案をいただいてました、地方議会の位置づけ等の明確化については、先月改正地方自治法が成立をいたしました。今後地方議会の活性化策が各地で展開されることを期待しております。本日は骨太の方針、子ども子育て政策を中心にご議論をいただきます。忌憚のないご意見をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。